お願いします。え、この後4時45分から私のえっ、ー、と中学校え違うな中級1位がありますので、そこに合わせていきたいと思います。今日は5分半ほどお話しさせてください。えー、画面変わります。変わりましたかね？大丈夫です。は,い、はい、そしたらえっ、ー、と。本日はロイロノートと ar を活用した中、学校理科の実践で動物って何だろう？ということをお話ししたいと思います。 で、私の授業は、大体、あの、導入でちょっと不思議だなと思わせといて、で、一番目に個人で考えて、二番目にペアやグループで考えを共有をして、ちょっと、えっ、ー、と、三番目で個人で修正をさせて、四番目でクラス全体で共有っていうのが、まあ、いつものパターンなんですけれども、えー、今日はお話聞いていただく内容は、中学一年生の理科の動物の探検の一番初めのところになります。 えとこの左の方に6個のポチポチポチがありますけれども1時間の中でこの6つの課題を出してやったわけですねえ、えー、と写真というかイラストの中に動物がいっぱいいてますのでその中でどこにいてるかなってことを丸印で書いてみようということでロイロで配信をして隣の子とをここにいてるねっていうのを確認するで、えー、あそこにいてたんかということで新たに情報を、えー、付け加えるっていうような使い方。 全全員員、えー、提出をししててで答え合わせっていうのがやりましたそれからえっ、ー、と今チャット使えますかねちょっと皆さんチャットでお願いしますね。1個だけ動物の名前を挙げてくださいって言われたら皆さん何て書きますかチャットでお答えください。どうぞ。はい犬、猫、ライオン、ニワトリ、猫、ライオン、犬、ゾウ、トラ、サル、犬。 猫、楽だ。楽だか。パンダ、オランウータン。なかなか出てこないね。キリン。というふうに、ありがとうございます。大体いいね、皆さん、動物って言うと、ありがとうございます。えっ、ー、と、ライオンとか、ウサギ、犬みたいな感じで、哺乳類をあげる人が多いんですね。今回もそうだったと思いますけれども、でも動物って言うと、哺乳類以外にもいろんな動物ついてますよね。ここに書いてくれてる、えっ、ー、と、ルーパールーパーとかね。そういった、 両生類であるとかメダカであるとか、はたまたえセミであるとかっていう昆虫なんかも動物の仲間だと思いますけれども、動物っていうといろんなのが空いてるよということで視野を広げようと、それからえとロイロでいつも継続的に取り組んでいることがありまして、2分間ブレストっていうのを時々やっています、ブレインストーミングですね。で、ある課題を出してできるだけたくさんのカードを作っていきましょうと。 で大体かんあのみんなにやってると5個以上がなんか壁になってるみたいで5個以上を目指して頑張りましょうとで例えばどういうことをしたかっていうと野菜といえば何でしょうかこれは結構ね簡単な課題みたいでレタスピーマンパプリカ豆みたいな感じでどん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 書くとでそれから、えー、植物これ左の方にビーカーの中に、えー、こう黄色のお花が刺さってるんですけれど何か分かりますかね。 まあ生徒にも何かわからないという感じで渡してでこれフィッシュボーンで茎や花や葉といった中骨のところにキーワードを書いてさらに細かい特徴を見つけて書かせました。それをを全員に提出をして あ、こういう特徴があるんだということで、ウェブの検索図鑑があるんですね。千葉、千葉県の,あの自然博物館、ぜひあの使っていただいたらと思いますけれども、その博物館の情報から、えー、図鑑からね、あの、母子草っていう仲間をまあ見つけると。それからちょっと飛ばしていきたいと思いますが、植物と動物の違いについてベンツで整理をして、それから犬の足型、この後の講座でもやりたいと思いますけれども、書いてもらって、 で、でまあ、違いを見つける、まあ、比較するっていう機能がありますのでね。で、それから鶏の絵を描いてみようということで、片足を上げているところを描いてみましょうとしました。結構皆さんね、あの小学生、中学生、高校生、大学生、大人が描いても大体似たような絵が描かれて、こんなぐらいに描けるとかなり上,上出来だなとは思いますけれども、こんな鶏の絵を描く子もいてるんですね <laughs> あの翼ががああるるのに足が4本あるみたいなね。 とか、あと左と右で比較してみると、あの、足の折れ曲がり具合がちょっと違うわけです。で、なんとなく左の方がよくできてる感じはするけれども、足的には右の方が正解だということになります。それから課題6つ目ですが、落書き AR ってご存知ですかねこれは自分で書いた絵が、あの、なんていうかな、ね、AR で飛び出してくるんですね。で、先ほど書いた絵を えこうスキャナーっていうような、落語学 AR のアプリで取り出したら、パカパカパカっと浮くわけですね。で、それから iPad の無料のアプリで、リアリティコンポーザーっていうのがあります。これ、ぜひ入れたらいいと思います、iPad のユーザーは。で、これは左にひまわりと、右の方ちょっと見にくいですが、トウモロコシの AR があって、その場に表現されている。 で、こちらはですね、今動画が映ってるかと思いますが、えー、と棒磁石の周りに鉄粉巻いたらわーっとなるでしょあれを立体的に捉えようとしたときに、まあ、どんな風に見えるかっていうのを AR で表現したものです。それからモーターが回る原理をこうぐる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 っとまあ回るわけですが、なんでそっちの方向に回るのかっていうことをまあ考えてえーやるだで。AR のいいところは、これ、 まあ自由に大きさを変えられたり、自分で好きな角度に変えて、まあ、見ることができるっていうところがまあいいかなと思います。もうちょっと時間を押してるのでもう飛ばしますが、えっと、これ等圧線みたいな感じで、 えとちょっと戻りますね、えーと。これ、よく見る天気図の、えー、ものですけれども、まあ、B が低気圧なんですが、なかなか、えー、とどっちが低気圧って分かりにくいんですが、この AR っていうものを使って、えー、表現をしてみると、あ右の方がへっこんでて、低気圧なんだなってことがよく分かると。まあ、こういった取り組みをしていると、まあ、いろんな、えー、表現方法が変わって、まあ、本当はもう1個ムービーがあったんですけれども、えーまあ 生徒にとってあの口だけで説明する、紙だけで説明するじゃなくて AR とか 3D モデルでいろんな表現が変わったという事例でした、はい。アプリ名をもう一度教えてください。リアリティコンポーザーです。あ、は、と、い、でチャットで書いておきます。えっと他にも実践どんなんがあるかあどううのあの知りたければ今、スクショのタイミングですよ。1回スクショ取っておいて、もう1個出ますよ。 えっと授業でどんなことができるのかっていうのを詳しく知りたければ YouTube チャンネルもあります Facebook もありますのでよかったらつな,てうかな繋がっていただけたらと思っています。はい、ちょっと押しましたが、えー、ロイドでと AR を活用した実践事例ということでお話しさせていただきますどううもありがとうございました。